はい、こんにちは。皆さん、お洋服はお好きですか？猫耳パーカーとか好きですね。そういう好きの話じゃないってば。それならワイだって水着とか好きですけど。さて本日は洋服ハンガーのお話です。インテリア界トップクラスの難敵、お洋服をかけておくハンガーを攻略しちゃいましょう。そうきたか、ハンガーとか正直どうでもいいんですけど。様子のおかしいインテリア店。さて、洋服ハンガー、見るからにテンションの下がる残念なお写真とともに始めましょう。でも、普通こんなもんじゃない？クリーニング屋さんとかでもらってきた、針金ハンガーとかプラスチックのハンガーをそのまま使ってる感じ。君は一体何を勉強してきたんだね。大冗談に構えなくても、基礎ルールで何度でも改善することができるはずです。あやい。いでよ基礎ルール。まあ、基本的に生活感が出すぎてるんでしょうね。色もデザインもちぐはぐなので情報量が増えまくってる。そう。情報量が増える、イコールプレッシャーです。色数、素材感、デザインなどなど、どれをとっても統一感に欠けている上、派手感も全くない。日用品の極みって感じですもんね。ハンガー、いかにも安物のハンガーですって印象になりがちです。同じように情報量が増えるにしても、ここまでチープなのはちょっといただけません。では、どうやって改善していきましょう？まあ、ハンガーをお部屋のメインディッシュに使うことはないだろうから、プレッシャー1として使う線はなしでしょうね。良い発想の起点です。その調子でどうぞ。なら、全力でリラックスに寄せていく作戦でいきますね。ハンガーの色とデザインを統一して、情報量を減らしていきます。オーケー。ちょっと私物を持ってきます。そうそう、こんな感じ。余計なデザインのないシンプルモデルで、色も単色。これで揃えちゃえば統一感があってスッキリしますもんね。QED、証明終了って感じです。ナムナムナム。なんかわい、すごい勢いで敗北フラグ立てちゃってます。よくぞ気づきましたね。カマセイヌの仕事はここまでです。それでは回答編に参りましょう。ほんとひどいこの人。様子のおかしいインテリア店。基本線は先ほどの考え方で問題ありません。プレッシャーに寄せる利点がほぼゼロなので、どれだけリラックス化できるかが勝負になってきます。ならもう少しこっちのメンツも立てる言い回しにしてくださいよ。一例として、先ほどのようなアイテムを使ってやるパターン、情報量を減らしてリラックスに寄せるために、色とデザインを整えていくわけですね。満点の回答じゃね？まあ、ほぼ正解です。仮にね、1本4万円もするクソ高いブランド木製ハンガーとかをね、背伸びしてちょっとだけ買ってもね、インテリア的にはあんまり効果ないんですよね。おい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 、せっかくの高級ハンガーも、普通のハンガーとごちゃ混ぜで使って、全体の情報量が増えちゃったら逆効果なわけですよ。耳が痛い話。そうなるくらいなら、100円ショップの黒い針金ハンガーばっかり同じ形で揃えて、統一感を持たせて使った方がスッキリした印象になります。あくまで、庶民のインテリア的に使いやすくはないという視点です。職人様が作る工芸品としての魅力や、洋服に与える好影響など、様々な側面で素敵な。もちろん、お部屋のハンガーを、全部中田ハンガー3万3000円で揃える、という覚悟があるならいいんですけれど、もうちょっとお金の使い方考えよって気持ちになりますね。アイリスの運周年記念パックみたいなやつに課金しちゃった人に言われたくありません。いいやんけ、お金の使い方は人それぞれでしょ。様子のおかしいインテリア店。でね、となると、現実的に買い揃えられる商品で、情報量を少なくできるアイテムを選んでいくことになるわけですが、それこそ、無印のやつでいいんじゃないの？ベターであることは否定しません。あとは他にも、インテリア界で人気のアイテムに、マワハンガーがあります。極めてシンプルなデザイン、壁なじみの良いホワイト色、服が滑り落ちないラバー加工、押し入れをスッキリさせる薄型仕様、T シャツの肩がポコッと伸びてしまわないよう計算された曲線、実際、どこをとっても高レベルにまとまっています。おしゃれなお家やミニマリストさんのお宅でもよく愛用されていますが、それも納得と感じられるさすがの一品です。ぐぬぬ。無印もいいけど、マワも悪くない。ハンガーのおすすめ情報を調べると、かなりの高確率でこの、マワハンガーにたどり着きますよ。これが10本セットで3000円くらい。ハンガーに3000円って考えると高すぎるけど、もろもろの効果を考えると個人的には許せるレベル。高いけど安い。高いけど安い。インテリアの世界で3000円なんて誤差みたいなもんですからね。延々とハンガー問題に悩まされ続けるくらいなら、いっそエアでこれ買って一生ハンガーに困らない暮らしを送りたいかもですね。これまで頑張ってインテリアの勉強をしてきたわけだし、こいつの凄さも確かにわかる。正直3000円の出費は痛いけど、よし、思い切ってマワハンガー買っちゃおっかな。まされよ。止めるんかい。買うのは注意点を確認してからにしてください。ハンガー選びにはどうしても無視できない重要なポイントがあるんです。様子のおかしいインテリア店。こちらの2種類のハンガーには、実はインテリア的に致命的かもしれない特徴があるんですよ。何？言いがかりじゃない？お部屋をリラックスに寄せるには、お部屋全体の情報量を減らさなければなりません。だからハンガーは、無印なら無印ばっかり、マワならマワばっかり、で揃えた方がいいわけですよね。その通り、アイテムを統一することによって、色数やデザインの情報量を抑えることができるから、リラックスに寄せることができると。そういうわけですね。じゃあ、やっぱりマワハンガー買っちゃって良いのでは、視野を広く持つのです。インテリアは、アイテム単体ではなく、お部屋全体で考えなくてはなりません。実際のお部屋では、ハンガーってどうやって使います？そりゃ、こういう洋服ラックに引っ掛けてぶら下がってる的な？Y の部屋では、こういう感じで使っています。シンプルで色数もデザインも少ない、無印とかマワハンガーと似たような感じじゃないの？まあ、色は黒だけど、それです。それの話？実験です。こちらのハンガーラックに、例の無印良品アルミハンガーをぶら下げてみましょう。微妙に違和感がありませんか？なんとなくあるような、ないような。いや、わかんね。別にこれはこれでいいと思うんですけど、もう少しカメラを寄せていきましょう。
あ、ハンガーの色とラックのバーの色がバラバラだ。ご名答そうなんです。遠目の SNS 写真とかだと騙されますけど、実際に目の前で生活してると結構気になりますよ。覚えていますでしょうか。色の総数が同じだったとしても、色が一旦別の色に切り替わるたびに多色の印象が増えてしまう効果。これだと、麻薬の色が何回も切り替わってますね。インテリアは、アイテム単品ではなくお部屋全体で考えるもの。ハンガーを選ぶときは、そのハンガーをかけるラックとの相性まで計算に入れてやることで、より良いチョイスができますよ。わかりやすいよう、さらに増やしてみましょう。やめてー、目がチカチカする、ことほどさように、せっかくシンプルなハンガーを揃えても、ラックとの相性が悪いと情報量が増えてしまうのです。無印とマワは、どちらもフック部分が銀色なんです。こいつらは、バーの部分が銀色のラックと相性がいいので、この視点をぜひ身につけてみてください。ほんほん、無印さんの商品ページでも、きちんとバーとフックの色を合わせた写真を使っておられます。ほんまや、無印良品さんの手口については、過去記事でもご説明しました通り、無印だらけにすればするほど、より一層統一効果が高まっておしゃれな部屋になってしまうという、シムジーとか、染めデッキ推奨、課金すればするほど強くなる。悪質なソシャゲビジネスのようなこの効果がハンガーについても遺憾なく発揮されているというわけですね。ぬお、これはまんまとハマってしまう無印沼というわけで、本日はこんな感じで、ハンガーを選ぶときはリラックス優先で情報量を少なく、さらにラックとの相性を考えることで一層上級者なチョイスができますよ。あ、うちのバー銀色だったんでマワハンガー注文しときます。あ、はい。いいねチャンネル登録お願いします。いいねチャンネル登録お願いします。いいねチャンネル登録お願いします。